ちょっとね、リベンジしていきましょうか。捜査員になれるまでかなりしんどそうですけど、まあ一回はね、脱出したいですね。うん。あのね、鼻がすんげえ痛い。あと目もちょっとね、痛いね。やっぱこの狭いね、視界でね、集中して見てるせいかね、目がすごく疲れますね。相手誰だ？相手ヒルビリーかもしれないね。チェーンソーの、ヒントが出てるから。ヒルビリーだったら足元見なくていい感じかな。ヒルビリーのチェーンソー難しそうよね。スマホ版だと。で、視点動かしながらさ、メーターを貯めて、切りかかるから、スマホだとメーター貯めつつ視点移動がすごく難しいと思うんで、なかなか使い切れない気がすんな。あと、ナース。ナースもすごく難しそう。はい、それではね、ちょっとリベンジかけてやっていきたいと思います。ちょうど目の前にあった。はい、じゃあ、つけていきましょう。ほいほい。ほい。あ、いた。信子、ここにあるで。つけよう。あ、修理中もね、後ろ見れるみたいですね。早くつけようぜ。相手ヒルビリーであってほしいな。お願いします。どうや。おーっと、ヒルビリーだ、ヒルビリー。ね。ヒルビリーのチェーンソーが発動したりすると、あっちにキラーがいるよ的な感じで表示がされますね。なるほどね。何かしら特殊パークを使ったら、特殊パークじゃねえわ、特殊能力を使ったら、こういう風に表示されるのかもしれないですね。来てる来てる来てる。来てる？大丈夫？あ、来てる来てる来てる。チェンソーマジ難しそう。あっちにいる、あっちに、ヒルビリー。あ、来てる来てる来てる、いた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 、おったおった。ちょ、これはちょっと避難しましょう。で、後ろちょっと見つつ。大丈夫？ OK、いないいない。発電機。あれ？あったあった。OK。あー、メガネがつけてた。ナイス、メガネ。メガネ落ち着け！メガネ落ち着け！俺も落ち着いてつけるから。多分、素直にこっち来るだろうな。どうだ？今なんかチラって見えたよ、チラって。あっぶねえ！あっぶねえ、スキルチェック。ちょっと反応が遅れた。キラーの策的で。おい、ダイス！あと、3台。頑張ろう。現状だと トラッパーの方が強そうだよね。やっぱ来てる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 。ちょっと離れようか。来てんのか？それともチェーンソー使っただけか？つけようつけようつけよう。あー、一人切られちゃったね。ファイト頑張れ。せーの、よいしょ。ダメだ、グレート合わせづらい。ナイス、信子。コグ箱持ってるやん、信子。偉いぞ。今いたぞ、なんか奥に何かいたぞ。メガネか？メガネだ。メガネ！メガネここ！手伝って。行こう。多分一人が追われてる感じだから。はぁー。メガネ切られた。なぜか、ね、もう一人の方に赤いゲージが表示されたぞ。なんだ？よーし、ここ着いた。残り2台。ナイス！行くぞ。バビシリは持ってねえだろ、さすがに。これバビシリ持ってたら半端ないよね。来てる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 。おれ、おれ。ゆっくりゆっくりゆっくり。ゆっくりゆっくり。あ、戻った、あいつ。戻ったで。あそこね。オッケーオッケー。助けられるかな。はぁ、行っちゃった。嘘、抜いた、まさか引っこ抜いたで。引っこ抜けましたね。あら、引っこ抜いちゃったか。
行こう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 。つけようつけよう。みんなで脱出したい。集中集中。オフ。グッド。ナイスグッド。引っ掛けられたね。ダメか。こっち来んなよ。偏ってんだよな。来てる？あ、メガネこっちいたんだ。よっこらせ。なぜ入る、それが。入らないパティーンじゃないか。絶対届いてないかと思ったのに。ていうか、使用してる？あ。どうやら見失ったっぽいね。立てかけられないの？立てかけられんかった。立てかけられないし。行って行って、助け行って、助け行って。ナイスキス。私はもうどっかに移動しておきましょうか。いや、立てかけ難しいな。オッケー。とりあえずゲージマックスまでは行った。長い戦いになるか。あ、戻ってきてるね、こっちに。多分心音がさ、聞こえづらいよね。うん、他のエフェクトとかで、うん、対応してる感じがして。やーべ、メガネも切られた。チェーンソーで一発でズドン行きましたね。どうだ、どっち来る？こっちじゃない。いやー、メガネ引っこ抜いてんな。メガネ引っこ抜いちゃってるよ。助けてもらえるかな、メガネ。あれかな。どうだ、助かるか。あれ、助かる、助かった。ナイス。なぜかフック膜ができる。信子、助けて。ああ、追われてる、信子が。いや、これ。あ、メガネいった。信子、出血多量で死んじゃう。助けて。ありがとう。ありがとう。ありがとう、信子。あの、メガネちょっといっちゃうね。あれ、這いずり状態だね。フックにかけていかない。すまんの。はい、屈伸で俺。あれ？なんか、やってこないぞ。蜂が出現しました。え？あ、回線切ったからか。回線切ったから蜂が出現したっぽい。あぶね。おぉ！ね、心音がないですね、このデッドバイ。心音マークとかそういったエフェクトで対処してる感じ。うん、多分音がうるさくて聞き取りづらいから、そういうのをやめた方がいいんじゃないかなって意見とかがあったのかもしれないですね。うん、心音を可視化した方がプレイがしやすいんじゃないかなって考えだったのかもしれない。ここつけていこうか。ね。はい。
来てる？やばいね。こっち来るかな。はい。グッド。こっち来ない。あっちにいる感じだね。ここつけたら一気に逃げるよ。集中、集中。着いた。はい、ダッシュ。一気にこっち。後ろはいない。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。あと1台なんだよな。固まってっかな。固まってそう。信子が結構頑張ってくれてんね。結構やり手かもしれない、うん、スマホゲー得意な人かもしれないね。あー、切られた。信子、信子、ハチどこや、ハチ。どこハチ。ハチも出し。これ、アイテム取れんだ。いただこう。ここだ。あ、やっぱ固まってたか。ね。めちゃくちゃ固まってる。ノブちゃん、あー。これもちょっと8、8、8。全部つけるの難しいなぁ、やっぱ。人数減ると。ノブちゃん、ごめんね。あ、こっちもあったんだ。8ねえか、8。やべぇ。コラプス導入されてるから、辛いぞ。ラグイ。ハチが開いてるのは知ってる。はあ！コラプス。発動しちゃった。相手？相手お願い！ヒリヒリとか来ないで。はい、はい。出れた。はっ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 は。あー、よかった、ギリギリ間に合いましたね。あ、マジビビった。はい、ということでね、ギリギリ脱出できました。よかった。で、ノブちゃんがめちゃくちゃ頑張ってくれてたね。うん。いや、最後ちょっとね、もう集中して固まってたから結構不利でしたね。いや、ほんとね、ギリギリだったね。よかったよかった。多分コラプスで初脱出かもしれない。今回。PC でもまだね、コラプスで脱出したことないからね。あ、その、ハッチ攻防戦からのコラプス戦ね。それで脱出したことまだ一回もないんで、初脱出ですね、コラプス。あ、レベル3になりましたね。これで予感が解放されると。やっぱ解放されていくパークはね、こういう風にランダムみたいです。はい。というところでね、ギリギリでしたがね、無事、脱出してクリアすることができたので、本日はここまでとさせていただきます。ご視聴ね、ありがとうございました。まあ、またね、やる機会があったらね、こういう風に動画撮っていきたいと思いますが、次回からはね、ちょっとこのトラッパーマスクはやめとこうかなって思います。長時間はね、しんどいです。ね、良ければね、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。コメントについてはね、毎回全部見てるんで、気軽に、書き込んでください。それでは、島津のテッドバイデイライトモバイル版でした。失礼させていただきます。バイバイ。